お待ちしております。当主様ご出陣。こっちにいらっしゃいと猫なで声で誘ったところで、鬼たちが素直に従うはずはない。じゃあこの裏京都にどうやって鬼を集めたか。目の前に餌をぶら下げたのさ。天界最高位の女神、つまり自らゴミための裏京都に降り立ってわけ。大正天ひる子は恩美を顧みない勇気あるお方、素晴らしいお方って、またまたあっちじゃ絶賛の嵐だけど、本当はさ、天界から逃げ出す口実が欲しかっただけだよ。だってここの方がマシだもん。突撃！今思えば、いずれこうなることはうすうす気づいておりました。いえ、期待していたのかも。人の身を捨て神となった私にはもう命の価値などわかりません。それをもう一度思い出したかった。それに天界最高と恐れられている自分の力を試してみたかった。そんな欲もあったように思います。傷つけ合うことでしかどうせ分かり合えないならとことん行きましょう。どうなさいます？いざ参られよ。Thank you.
人はどこまで強くなるのでしょう。そして強さの先には一体何があるのでしょうね。それが本心から出た言葉なら、忌まわしい二つの呪いは間もなく解けるでしょう。この上は一刻も早く安らかな日常にお戻りになることを切に希望いたします。すべてを水に流していただけますか。あなたの子々孫孫に繁栄と安息が永遠に続くようお祈りいたします。またいつかお会いしましょう。花、花、どんな花こぼれるように咲き誇る。花、花、どんな花匂い優しく、森の小道に川のほとりに、それと誰かの庭に咲く一輪の花、それとも花かごに束ねられてる。
つろいやすく儚い命それぞれに美しく誰のためでもなくただひたすら咲いて咲いて散るまで咲いてラララララ花花どんな花匂い立つほど麗しく花花どんな花心優しく La 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 そして千年、時は満ちた。約束は守られ、神と人の血を引く子が再び地上に生まれた。しかし、その人は未だ自分の真の力を知らず、その使命にも目覚めてはいない。行ってみよう。おらんよ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 おらん
教えて止まってこの僕よりも開けてもくれてもおらい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 殺して生きて生まれて死んで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 おらい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 お騒がせいたしました。頑張ってね、初代当主様。あなたの歴史はいつだってあなたから始まるんだから。明日をバーンと信じましょう。ララ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 
母になる喜びと苦しみ味わうといいさ。で、一体何が望みなんだい？当主様、おはようございます。さて、今月は手始めに何をなさいますか？母さんと同じ匂いがするね。君たちが大好きさ。嘘なもんか。当主様、おはようございます。当主様、かの神様から新しいご家族を預かってまいりました。おめでとうございます。男のお子様です。個性的でかっこいい名前とこの子に合った職業をバーンと考えてあげてください。